今年40周年を迎えたどんぐりの人気ランキング、この夏の新作のパンも続々と登場します。おすすめはちくわパンと、はい、やっぱりクロワッサン。でも密かにクッキーも毎回買います。今10ヶ月です。はい、もうすぐだ。食べたくなります。はい、買いたくなる味です。カメラに見せていただいて、わー、すごいたくさん。ドライフルーツとクリームチーズの入ってるパンがいつも気に入ってて、ですね、やっぱりミニクロワッサンですよね。大きさが手頃ですよね。サクサクして美味しいです。こんにちは、あんパンですか。私はやっぱりコロッケです。これは本当に美味しいですから食べてみてください、ぜひ。皆さん、どんぐりへの愛が止まりません。今日の特集は人気パン屋さん、どんぐりの夏の人気ランキング。小さなコーヒー屋さんから始まって40年、今や市内近郊に10店舗以上構えるほどになりました。お店が掲げる目標の一つは、パンを選ぶのをお客様に楽しんでいただきたい。100種類以上の品揃えはもちろん、アイデア豊かなイベントも常に開催。その最新情報もお伝えします。その名もパラダイスです。私もそのパラダイスに行ってみたいです。今回のランキングは、どんぐり不動の人気ナンバーワン、ちくわの中に自家製ツナサラダを入れて包んだもっちりちくわパンは殿堂入りにして順位付けをしていただきました。それでは、どんぐり夏の人気ランキング。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手までしていただいてでは早速参りましょう。今回はどんぐり西岡店で教えていただきました。まずは第5位です。夏の人気メニューですから、ね、はい。これは偶然から生まれた商品で、お店にもう売るものがほとんどなくなってしまった時に、何か来ていただいてるお客さんにできないかってことで、ベーコンと卵を使って作った商品になります。多い時には200個近く売っています。それがこちら、ベーコンエッグです。卵丸ごと1個とベーコンが乗っていて、こってり食べ応えも抜群です。逆境から生まれたってなんかかっこいいな、うん、いただきます。あん、食べるときにあんのっていう周りのパン、言っちゃいました。うまいですね。マヨネーズがたっぷり乗っていて、卵とのベーコンの塩気のバランスがちょうどいいです。偶然生まれたとは思えないくらい、この一つの商品でも完成されてますよね。続いて4位は、この夏の新作パンが早くもランクイン。夢力のもちもちナンドックサルサです。カレーと一緒に食べることでおなじみのナンを、北海道産の小麦粉、夢力を使ってもっちもちに仕上げ、特大ウインナーとピリ辛のサルサソースを包んでいます。これも美味しそうですね。これまた食べ応えのあるもっちもち、ナンの部分の弾力がすごいですね。小麦の優しい香り、甘さが広がります。なんといってもこのウインナーのボリュームですよね。お肉を堪能できます。いやー、美味しい。さて、年間500もの新作を生み出しているどんぐり。この夏はシリアルパンと柚子、マヨネーズ、チキンの新しい組み合わせ、炙りチーズの柚子マヨチキンバーガーや、爽やかなレモンカスタードクリームをたっぷり入れたふわふわレモンパンといった新作が出ています。なんか夏らしくていいです ね。さらには新作パンのこんなイベントも。お、何やらにぎやかなポップが。西岡店パン四天王を決める新商品バトル開催中となってますが、こちらどんなイベントなんですか？ですね、うちのスタッフが新しく作った新商品を期間を決めて販売して、それをお客様に応援してもらいたい商品をシールで貼ってもらって、投票によって決めて、一番人気あったものは
さらに延長で3週間こちらの方に王者としてさらに販売延長になっているっていうそういう仕組みでちょっとやらせてもらってます、うん、投票によって勝ち残ればさらに長くお店に置いてもらえるんですね。そうです、お客様 と、一体感というか一緒に楽しみたいなっていうところから始まりました。現在第3弾でバトルしている新商品は沖縄の揚げ菓子サーターアンダギーのいちご味、黒糖きな粉、プレーンの3個セット、アーモンドチョコをドーナツに挟みホイップクリームを絞ったアーモンドチョコドーナツ。そうか、こんなチョコいっぱい入ってんだ。さらにまるで焼肉、ゴロッとピリ辛チキンパン。お肉で満たしたいときはこれ。もうどんぐりはこういったインパクトのあるこうポップもいいですよね。思わず手を伸ばしたくなっちゃいます。焼肉のいい香りがするんですよ。ちょっとごま油の風味というか、あん思わず言っちゃいました。焼肉に使っているタレがまたいいですね。本当に食欲をそそる味です。なんといってもこのチキンが本当ゴロッゴロ入ってるんですよ。すっごいとにかく食べ応えがあります。焼き色のついたチーズが焼肉の香ばしさも感じさせます。当たりますよ、冷めしても美味しいんですもんね。美味しいんですよ。さあ、私も投票してきました、うん、第3弾の王者は6月7日に店頭で発表されます。何に投票したの？内緒です。続いて第3位です。串ザンギでした。パンじゃないおかずもランクイン。串に刺さった3個の特大ザンギ、鶏もも肉を醤油、ニンニク、生姜、そしてコンソメを入れた漬けダレでしっかり味付け。外はカリッと、中はジューシー。独自の味付けがやみつきです。このザンギに特製ダレを絡め、塩味のパン、この、ね、人気の塩パンに挟んだサンタレ塩パンサンドもとっても人気です。人気ランキング2位はミニクロワッサンでした、うん、焼きたてサックサク、小腹が空いた時に気軽に食べられます。 100g 単位で好きな量を買うことができます。それではここで番外編。この6月から始まったばかりのスイーツのイベントがあるんです。どんぐりはパン以外にお菓子にも力を入れてるんですよ。さて、今回イベントの主役になるスイーツはこちら。このシルエットお分かりですよね。これも志田さん分かります？これ分からない人いないでしょ。答え言わないんかい。シュークリームずるいですよ。いやいや、分かりましたよ。ギリギリ正解です、はい、2日間に限定で各店でオリジナルのシュークリームを販売するという企画になってます。約33種類ほどあります。33種類、ピスタチオ味だったりとか、ピスタチオ相変わらず人気なんですね、うん、いちご大福味など各店の力作が勢ぞろい。西岡店は今週末8日9日の2日間3種類の味のシュークリームを販売します。ほうじ茶もいいな、うん、あお店の外にあるテラスで一足お先にいただきました。これからいい季節になってきましたから ね気持ちいいですよね。こちらアーモンドスティックシューです。もう見てわかる通りこの長さ結構な大きさありますよ。サクサクのクッキー生地に細かく砕いたアーモンドを乗せています。大きなスティックの中にはクリームがたっぷり。これ西岡店で限定販売。そうなんです。ザクザクだ。刻んだアーモンドがたくさん生地に乗っているので、うん、アーモンドの香ばしい風味口いっぱいに広がってきます。そしてこのクリームの量がすごいですね。濃厚なカスタードクリーム、生地との相性がとってもいいです。1個がすごく大きいので、こう食べても食べてもまだあります。もうそれが本当に幸せ。6
6月限定イベントシュークリームパラダイス、これらのシュークリームは西岡店で今週末8日9日の2日間の販売です。常にパンを選ぶ楽しさを与えてくれるどんぐり、実はこんなこだわりも。さあ夕方になりましたけれども、まあ常にこう焼きたてのパンが並んでるなっていう印象があるんですけど。そうですね、あのお客様がいつどの時間に来ても本当に焼きたてで美味しい商品を手に取ってもらうために、最後の閉店ギリギリまで焼きたてを出すということを心がけています。スタッフみんなで協力しながら美味しいものを作ろうと日々頑張っております。焼きたて選ぶ楽しみ、お客さんに喜んでもらいたいという思いが創業40年というどんぐりの歴史を紡ぐことになったのかもしれません。それではどんぐり夏の人気ランキング、いよいよ1位です。大きなレンガ作りの窯があります。そして今焼けました。中から出てきたのはピザです。うわー、美味しそう。ピザできたか。第1位は石窯ピザでした。パリパリの生地ではなく、ふんわりパン生地で作るパン屋さんならではのピザ。ベーコン、オニオン、そしてとろけるチーズがたっぷりかかって食べ応えも抜群です。一切れが大きい。大きいな。大きいと、このボリューム、このね、横から見たときにパンの厚みもしっかりあるんですけど、それに負けないぐらい具材がたっぷり乗っています。いただきます。生地が本当に美味しいです。ふんわりしていて弾力があって、ちゃんと小麦の香ばしさも感じられます。で、ね、その上に乗っているトマトソースも酸味があって、たっぷり乗ってるチーズとの相性が抜群です。石窯で焼いているおかげもあってか、香ばしさそしてふんわり感、これがもうさ、より強く感じられます。耳の部分まで美味しいどんぐりのピザのいいところですよね。以上どんぐり夏の人気ランキングでしたが、白井さん何か気になるものありましたか？いや、気になるものばかりですね種類豊富ですけどね、やっぱりあのシュークリームのね、いろんなの試してみたいですね。もう甘いものからお食事系までね、もう何を選ぶのかになりますよね。